はいこんにちはソニーショップテックスタッフの店員佐藤です今日は多摩動物公園に来ています、えー、こちらでですね新発売のデジタル一眼えっ、ー、とアルファ 7R5 を使って、えー、AI による被写体認識をテストしてみたいと思いますアルファにこうして、えー、Xperia 装着していますのでこれで、えー、キャプチャ画面を撮って、えー、と F の動作がどうなっているのかえっ、ー、と記録したいと思いますはいここからはですね。 えっと、ナレーションでちょっと解説しながら、えー、キャプチャーしてきた画面を見ていきたいと思います。まず最初はこれは α7-4 の方ですね。えっ、ー、と、α7-4 には AI の認識はまだついていませんので、こうやって、えー、とトラッキングですね。えっ、ー、と、リアルタイムトラッキング AF を使って、えっ、ー、と、撮影を今回はしています。すごいですね。この動きにもついてくるというか、えっ、ー、と、一生懸命 AF を合わせ、被写体を こうやって揃えてるんですけど、模様とかで覚えてるので、えっ、ー、と、こうやって移り変わりをしていくことがあります。えっ、ー、と、これもそうですね。えっ、ー、と、リアルタイムトラッキング F で撮っていますが、えっ、ー、と、形を覚えて、えー、とくれてるんですけども、あいにく α74 には、えっ、ー、と、昆虫は、えっ、ー、と、対象としてはないので、えっ、ー、と、本当に形と模様、それと距離とかを、えっ、ー、と、記憶してカメラが追ってくれてるんですが、 えとなかなか思う通りにはいかないので、えーと、この辺で AF を、あ、これもそうですねあの、同じような模様になってしまっているので、どっちに合わせたいのかとかっていうのは任意でできないので、こういう時はフォーカスエリアをですね、えーと、スポット AF とかにして、この場合はちょっとこっちで小さいので、スポット AF のエリア S にしてますね。これでもう手動でこうやって合わせていくのが一番、えー、と正確に、思い通りに取れるかなという撮り方をします。 これが、えっ、ー、と、アルファ7ーの撮り方ですね。えっ、ー、と、これもまだ、えっ、ー、と、スポット F で撮ってるところです。はい。続いてこちらはですね、えっ、ー、と、アルファ 7R5 ですね。えっ、ー、と、スポット F にしてますけども、被写体認識を虫昆虫の、えっ、ー、と、認識をオンにしてるので、こうやって、えっ、ー、と、羽を広げたところでもう見つけてくれてます。それで、いければ胴体。 胴体まで行ってますね。えっ、ー、と、あいにくですね、えっ、ー、と、昆虫の場合は瞳 AF は効かないので、ただまあ、頭部をこうやって合わせてくれれば、ほとんど、えっ、ー、と、瞳のところに合ってくれるかなという感じです。えっ、ー、と、ずっと胴体を合わせ続けてくれてます。えっ、ー、と、これもすごいですね。えっ、ー、と、胴体のところを積極的にこうやってやってくれるので、今までのトラッキング AF よりも、 はるかに、えっ、ー、と、狭い範囲で、えっ、ー、と、AF を見つけてくれてます。すごい。この距離で頭部を見つけてくれてます。えっ、ー、と、今手前に、あ、映っちゃいましたね。来ましたけど、こういった風な、えっ、ー、と、被写体を認識して粘ってくれるような設定。これが実はですね、えっ、ー、と、この、ここにあるんですね。トラ、あの、認識感度に今言ってますけど、トラッキングの乗り移り範囲と、えっ、ー、と、維持特性。 この維持特性を、えっと、粘るという風うに設定しておくと、えっと、なかなか、あの、被写体が、他のものが入ってきても外れない。で、乗り移り範囲というのは、えっと、AF のポイントが離れてるものまで行くかどうかなんですね。ここ狭いにしておくと、あの、近くの被写体にしか行かなくなります。さあ、えっと、どうでしょうか。今度は粘るという風うにして、えっと、乗り移りをな、あるべくしないように、えっと、設定をして撮っています。えっと、うまいこと、昆虫がここで来てくれると、 いいんですが。まあでもすごいっすね。えっ、ー、と、被写体認識も昆虫の場合バッチリですね。えー、と、被写体認識の範囲3のまんまにしてますけども、ここで、えっ、ー、と、間違って、誤って、を撮った写真だ。えっ、ー、と、これで拡大しても、ちゃんとこうやって頭部のところ、胴体ですね。胴体に合わせてくれています。えっ、ー、と、これも、撮影をしようとしてシャッターを切って、 撮影できたかなはい、切りましたね。で、撮った写真がこちら。えっ、ー、と、6100万画素あるので、こんなに大きくトリミングしても全然問題ない。解像度の高さが、えっ、ー、と、かかます。はい、こちらもシャッター切りました。今のでこんな形。えっ、ー、と、これはうまい具合に、えっ、ー、と、瞳のところに、えっ、ー、と、AF が来てくれてますね。 えっと、瞳を狙っているわけではないので、ちょっとここは運したい。さあ、ここからは、えっ、ー、と、サーバルの赤ちゃんが生まれたということで、えっ、ー、と、10時半から11時半まで1時間の限定公開。えっ、ー、と、2分間の入れ替え制で撮影をしています。えっ、ー、と、この日はですね、月曜日だったんですけども、60人ぐらいの人が来てて、えっ、ー、と、3回入れ替え制で2分ずつ撮影をするということをしていました。これサーバルの赤ちゃんです。えっ、ー、と、朝一で撮りに行ってます。あー、すごい。 あの赤ちゃんの瞳をちゃんと追っかけようとしてますけど、ちょっと、えっ、ー、と、保護色に近いので、サーバルの体が、えっ、ー、と、なかなか、えっ、ー、と、動物瞳、動物の体認識にいかないかな。ちょっと、ひざあ、今動画モードにしました。動画モードに切り替えた場合どうなるのか。あ、えっ、ー、と、スポット AF になってますけど、あの、動物 AF になってますので、 あの、被写体に動物が見つかれば、こうやって枠表示が出てきます。はい。えっ、ー、と、これサーバルの赤ちゃんですね。子供です。えっ、ー、と、11月から公開してるっていうふうにしたのかな。この日も結構混んでたので、えっ、ー、と、割といいポジションが取れないというか、20人ぐらいで一斉に取ってるので、えっ、ー、と、なかなか邪魔にならないようにというか、えっ、ー、と、狙ったるところにね、行けなかったりするんですね。なので、 あの割とサーバーの赤ちゃんがこう奥の方に行っちゃってるので、えっと、運次第というか、うん、これもこっち側を向いてくれればいいんですけど、あここで動画モードにした。そう、あの、いい写真撮れそうもないなとか、背面になってる時は動画撮るようにして、顔をこっち向けてる時に写真でっていうふうに、そういう作戦で僕撮ってました。えっと、入れ替え制ですけど、僕はチャレンジして6回ぐらい、えっと、順番回ってきたかな。 なかなかいい運用だったなと思います、はい、えー、とここからはですね撮ってきた α7r5 の動画ですね撮れた映像はこんな感じの映像です、えー、ともちろん三脚使えないので手持ちで撮っています、えー、と手ぶれ補正アクティブでこれは撮っていますサあラの赤ちゃんほんと子猫ですね 3匹の、えー、とコサーバルがいたんですが、えー、と貴重な映像はこうやって撮ることができました、はい、これは連射した時の写真、えー、とこの中から足の形のいいものをこうやって選んであげたんですが、えー、とどれもこうやって瞳 F でばっちり撮れてるので、えー、とどんなカットでも選べるという。 すごく素敵なカメラだったですね。はい。えっ、ー、と、続いてはですね、えっ、ー、と、ライオンバス復活してたので、えっ、ー、と、ライオンへに行ってみました。えっ、ー、と、これはですね、アルファ74の方ですね。74だと、えっ、ー、と、動物瞳 F は使ってるんですけども、まあ、えっ、ー、と、ああいう風な感じでパラパラっと動くだけ。こっちは、えっ、ー、と、アルファ 7R5 なんですが、もうこの距離で、えっ、ー、と、瞳 F が効いてくれてます。ライオンを見つけてくれてます。 6100万画素なので、ちょっとトリミングしてもこれぐらいは映っているという。あ、一応車 AF もついているので、えっ、ー、と、ライオンバス、あの、バスは苦手だってことになってましたけども、えっ、ー、と、ライオンバスもこうやってちゃんと AF 効いてます。えっ、ー、と、今思えばライオンバスですけど、シマウマバスですね。はい、ここからは、えっ、ー、と、いろんな動物をちょっと狙って、えっ、ー、と、AF がどれぐらい効くのか試してみてます。えっ、ー、と、これ、キリンですね。 キリンも、えっ、ー、と、ポーズとか向きによるのかもしれないけど、これは瞳 F が効いてます。これは、えっ、ー、とね、なかなか AF が効かなくて、えっ、ー、と、キリンの場合、横向きはちょっと厳しいんですかね。シルエットがちょっと違うのかもしれない。あ、これでも横向きだけど、瞳 F ちゃんと効いてますね。背景によるのかなで、えっ、ー、と、次は像です。 えっと、ゾウは、えっ、ー、とですね、瞳 F はなかなか効かないんですけども、えっ、ー、と、胴体と頭部はちゃんと効きます。えっ、ー、と、これも、あ、今、なぜ効かなかったのかって言ったら、ちょっとこれ前に鳥を取りに行ったので、鳥 F になってたんです。そうすると F ーが効かない。で、動物に瞳 F にあ、動物 F に今変えたので、えっ、ー、と、こうやっておうつしても頭部をちゃんと認識してくれてます。えっ、ー、と、瞳はちょっと厳しいみたいですね、ゾウはね。 目がちっちゃいからですかね。ということで、えっ、ー、と、前方に回って、あ、来ました来ました。えっ、ー、と、両目が見えるところに行くと、えっ、ー、と、瞳ちゃんと見つけてくれるみたいです。はい、これでシャッター切ったものがこちら。えっ、ー、と、もうバッチリと瞳に合ってるので、こうやって拡大してみても、まつげまでちゃんと見えてますね。っていうか、この質感すごいですね。 はい。続いて近くにあったフラミンゴを行ってみました。えっ、ー、と、鳥なんですけども、ちょっと独特な形の鳥なので、えっ、ー、と、これがどうなのかなと思ったんですが、えっ、ー、と、すごいですね。こうやって丸まってるところ、この状態でも、ちゃんと、あの、鳥として認識して、AF が効いています。えっ、ー、と、お尻の方にちょっと瞳がいっちゃってますけども、えっ、ー、と、変わった形してますからしょうがないですね。 えっと、くちばしを、えっ、ー、と、先端を見つけると、それがくちばしだというふうに見て、そこに瞳が来てるだろうというふうに、体の形を見て、これ、AF を、f ポイントを決めてるんだと思います。えっ、ー、と、こうやってくちばしが分かりやすいところのポジションに来ると、瞳がちゃんと来てます。はい、続いてこれ、モルモットです。モルモットも丸まってる、なんかもうタオルみたいになってますけども、ちゃんと瞳を見つけてくれてますね。えっ、ー、と、こうやって柱に隠れててもちゃんと見えてます。 えっと、動いててもずっと瞳をこうやって追い続けてくれて、ダメだったら買おうという感じで、えっ、ー、と、すごい認識率の高さだと思います。えっ、ー、と、これはクマの着物なんですが、これでも、えっ、ー、と、瞳 AF が効いてしまいますね。はい、月のワグマです。月のワグマ、えっ、ー、と、体ほとんど真っ黒なんですが、えっ、ー、と、ちゃんと瞳を見つけてくれてます。えっ、ー、と、スタイルが、えっと、得意なんでしょうね。7R5 から見ると。 はい。えっ、ー、と、そしてこれ。えっ、ー、と、これはですね。えっ、ー、と、猿ですね。えっ、ー、と、今まで、猿の、あの、動物瞳エ f フってほとんど効かないというか、猿はちょっと、あ、えっ、ー、と、なんか認識率悪いですね。えっ、ー、と、違ったところをちょっと、猿見つけてくれてるんですけども、違うところにエ f フが行ったりしてます。こういった時はですね、設定で、えっ、ー、と、認識対象動物。この、認識感度を今5の高いにしてたので、これを標準に落とします。こうすると、えっ、ー、と、 ご認識しているものというのがなくなって、えー、と割とあの忠実にあのカメラがあの認識するものというのをこうやって捕まえやすくなってくれるので、こういった調整をすると、えー、と思ったところに AF が来やすくなりますね。えー、とこれも向こうに、えーとまあ、マスクをしてるんですけど、人がいたんですが、あのそれでもちゃんと猿の方にあの持ってきてくれるので、猿と人間の区分けをちゃんとつけてくれてるみたいです。 これもあのこっち側を見てなくても体を見つけてくれてるしすごいあのなんかもう骨格を見つけて撮ってくれてるような感じがしますいやこれだけ猿で撮れるんだったらちょっとあの猿の撮影に行きたくなってきますね動物園じゃないやつでこれも横顔でちゃんと瞳が来てますねあこれは α74、えー、です アルファ74だとこうして、えっ、ー、と、動物瞳 F 入れてるんですけども、効かないですね、えー。はい、こちらサイです。えっ、ー、と、これもなかなか厳しい被写体の一つなんですが、えっ、ー、と、なんとか、ちょっと違うところ、角に行っちゃったりしてますけど、えっ、ー、と、瞳をたまにこうやって見つけてくれてます。頭部はちゃんと間違いなく見つけてくれてますね。 はい。次、えっ、ー、と、猿と同じように厳しい被写体。えっ、ー、と、ラウタン。これ、アルファ7-4です。7-4で撮ると、こうやって瞳をちょっと見つけてくれてないんですけど、まあ、それでもこうやって、顔は見つけてくれてるので、えっ、ー、と、撮影できないわけじゃない。えっ、ー、と、あ、今、7R5 になりました。今度はもう、体もまつけてくれてるし、瞳もバッチリ来てますね。えっ、ー、と、最初に体を見つけて、そこから頭部見つけて、瞳を見つけてと、ちょっと、あの、なんて言うんでしょう。考えながら、えっ、ー、と、 ポジションを探していくようなこと、動きをしているみたいです。はい、これもラウタンです。えっ、ー、と、ちゃんと瞳のところに来てくれてますね。さすがにこれは今までの、あの、AI を積んでないアルファではできなかったと思います。えっ、ー、と、子供のラウタンですね。ちゃんと瞳をずっと追いかけて、瞳見えなくなったら、頭部、体というふうに来ます。えー、雪表です。雪表も、 これは認識しやすい被写体みたいで、えっ、ー、と、頭部瞳、えっ、ー、と、バッチリ折ってくれてますね。完全に瞳を見つけてなくても、えっ、ー、と、あ、これはすごい。えっ、ー、と、見つけられる範囲でこうやって見てくれてる。さあ、これは、えっ、ー、と、何か木に塗ってあるんですかね。ペロ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 ,ペロ舐めったりとかしてるんですが、 割と間近な距離でこうやって、えっ、ー、と、姿を見せてくれてたので、えーと、その正面から撮ってました。すごいですね。もう瞳 AF がバッチリ来るので、眼光の鋭さがバッチリ映りました。えっ、ー、と、レッサーパンダです。えっ、ー、と、レッサーパンダなんですけども、ちょっとこれ、えっ、ー、と、AF を 外しがちというか、えっ、ー、と、隠れるものがちょっと多くて、その都度、えっ、ー、と、見失ってしまうような動作をしてたので、ここで、えっ、ー、と、この時は認識感度を今度は高くしました。えっ、ー、と、これで見てみるとどうでしょうか。はい、今度はもういきなり瞳 F が発動してますね。すごいすごい。えっ、ー、と、ずっと追いかけるようになりました。ま、あ、まあ、ちょっと迷いますけど、えっ、ー、と、認識率かなりこれで良くなったと思います。 えっと、被写体によって、えっと、こうやって、えっと、認識感度を、あの、高めたり、あと、トラッキングで使っているときは、あの、粘る設定にすると、こういう、あの、なんだろ、隠れ、隠れがちな被写体を追うときは有利になるようです。えっと、ここの使いこなしが、えっと、AI 認識の、AI 被写体認識の、えっと、使いこなしのコツになりそうな気がします。はい、続いてはタスマニアデビルです。これも、摩動物公園にしかいない、 えっと、珍しい種類の動物なんですが、えっ、ー、と、写真では瞳 F 聞いてますね。ただ、えっ、ー、と、本物はですね、小こ屋こでずっと寝てたみたいなので、諦めました。はい、ワラビーです。ワラビーも、えっ、ー、と、瞳 F はすごく見つけやすいみたいですね。あ、これ、貴重な映像ですよ。赤ちゃんがちょろっと見えます。ちょろっと。今、赤ちゃん舐めて、あ、今、一瞬だけ白いの見えましたね。後でもう一回再生してみてください。赤ちゃんの、多分、顔だと思うんですけども。 はい、えっ、ー、と、コアラです。コアラ、えっ、ー、と、寝る直前です。えっ、ー、と、このカット撮ったらもうすぐ寝入ってしまったんで、えっ、ー、と、これが瞳へ発動した最後のチャンスでした。ラッキーでした。でも寝た後もですね、こうやって木に乗っかってても体を見つけてくれる。はい、最後です。これ、ウサギです。えっ、ー、と、ウサギの瞳 AF なんですが、えっ、ー、と、ウサギのすぐ前に金網があって、この時はだいぶ金網に引っ張られました。 えっと、7200GM2 を使ってるんですが、DMF を使って、あの、フォーカスずれたらポッと送ってっていうのを繰り返して、えっ、ー、と、これもやっぱ被写体認識粘るで、えっ、ー、と、瞳 F であの発動してくれたらそのまま粘ってもらって、というような取り方をしています。はい、以上でございます。えっ、ー、と、当店は12月末まで、えっ、ー、と、ウィンターフェアを開催しています。えっ、ー、と、素敵な特典付きで、えっ、ー、と、お買い物ができますので、ぜひ店頭に α7R5 を えと展示しておりますので遊びにお越しくださいませ、えー、と今月はですね、えー、と今月から、えー、と2月末までは、えー、とペイペイの港区のペイペイ20%戻ってくるキャンペーンというのも開催しています、えー、と最大3000円上限なんですけども1回につき、えー、と20%戻ってきます1万5000円の買い物をすれば3000ポイント戻ってきます2月末までやってます そして、店頭で1万円以上のエブ商品を購入いただければ、ただいま、えっ、ー、と、ソニーの、えっ、ー、と、世界遺産のカレンダー、来年のカレンダーをプレゼントしてます。ご来店お待ちしております。